高主の神、高み睦比の神、かむみ睦比の神、うまし足かびひこじの神、雨の男たちの神、豊雲の神、あ、抜けた。国と子たちの神、豊雲の神、初陣に、初陣に、あ、誰や邪魔しに来てんのは。せめさん。あ、みどりちゃんか。みどりちゃんやったかめへんわ。今、あの、高天原に住む神々を話しするために、この水晶玉使って、名前を呼んでて。なんか一回間違えたら。テイク3やな、これな。今ようやく来たんや。なんかな遅いなと思ってた。今日似た鈴の音聞こえるだと思って。これええやろ。これなかなか、これ生命さん、みどりちゃんがいつも持ってる鈴とちょっと違う。みどりちゃんのどの音？あ、やっぱりそっちの音色もなかなかいいな。神さんを下ろすときとか呼びたいときは鈴の音を鳴らすとなんかええねんで、ええんですぞ。これ古事記のな、うん、何やの、ここに古事記の神さん高天原っていうお空の上の方の上の方に住んでる神さんを呼んでて、この本に書いてあって、ちょっとこれ古い本やな。古いで、古訓、古事記。こんなん勉強してんの？勉強してるで、これ。まじないの本やで。これは、日本人は必ず知っとかなあかんやつ。まじないの本ちゃうやん。すごいこれ。へー。これはな、うん、昔の原文と違うんやけどな。写しよ。これは、買って。嘘？もらったやつじゃん。あの、ネットで注文したら。やってアマゾンな、うん、売ってんねんで、こんなことすごいな、飲んでもアマゾンやな。そうやで、今は。で、神さんが天上界にいてて、その途中まで呼んできたんやけど、まあいいわ。雨の水上主と高見むすひと神見むすひ、このまあ、神さん数えるん柱って言うんやけど、その三柱の神さんが一番最初に誕生して、知ってた？寝てる、うん、どうでもええわ。もう今日暑いもん。なんと暑い。今日そこにお盆やねんで、お盆アップルジュース、じゃあ違う、ぶどうジュース用意してるで、そのコップの中、うん、飲み飲みか、頭突っ込んでいってる。生命さんをちょっと飲むわ。コク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 。いや、鼻水だな。出んようにちょっとこれをちょっとジュース飲むな。あ、おいしい。ほんで今日一つ、みどりちゃんは知ってるか、雨の水上主、高見むすひ、かむみむすひ、この三柱の神さんが生まれたっていう話。暑いわー。暑いやんか今日。この中でみどりちゃん、ね、たまに神社行った時に聞かへんか、あの高天原とかいう宮司さんいてたり、高天の原っていう人がおったり、高天原とかいう人を知らん？そんなん聞いてない？そんなんどっちでもええ。これな、大事なことでな。が、点々とか濁音がついたらあかんねん。
高マガハラって言ってな、マガが入ったら 入ってしまうの、それをその呪文を言うてたら、チュもう眠となってきた。ほんでな、本当は、まあ、神社界では高マノハラになってんねんけど、本来は高アマハラって言わなあかんね。なんでかってここにちゃんと書いてあるの、これ。難しいで、漢字ばっかしやで、ほら。これが、ほら見てみ、みどりちゃんよう見てみ、漢字ばっかしやろ、うん。こっちの生命さんのこの親指のとこ。そうそう、みどりちゃんの髪の毛の下、ちょっと拡大するで。くんって書いてあるよ。こんな風に呼んでくださいねって。たかの下の点を、あま、という下これに習え。それから鷹の下のある点はあーまって読まなあかんね。それからここに鷹あまはらって書いてあるのは鷹あまはらって読まなあかんね。これはことたまと言うて、こうちゃんと発音しないとあかんね。わかった？せめちゃん、せめちゃん。タイトルを分からん。そうや、生命さんな、YouTube のタイトル今日ちゃんと言うの忘れてんのちゃう？ドヒャー、忘れてた。タイトル言うで。そうやで。そうや、ちょっとじゃあ言いますね、今からタイトル、小林生命のポップアート第26回目。今日は2020年の8月の13日のお盆、古神道とか古事記とかまじない占いなどの話を生命さんと座敷わらしのみどりちゃんがお話ししますのコーナーです。わーい。 YouTube 登録お願いしますもうなんかこけてるな、2回目から今日は非常に暑いから、暑いね、朝からな、なんか頭ボーっとなってるな、うん、もうお昼寝したいわ、お昼寝眠れかー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 、よいジュース、まあ飲んで、うん、そろそろ生命さんも次これ、神さんの名前をちょっと今日はお仕事で言ってるから、そのうちにまあ帰るなりなんなりとちょっと寝てるわ。はーい。雨のみなかぬし、高みむすひ、かむみむすひ、うましやしかびひこじ、雨の男たち、国の男たち、とよくもの神、ういじにすいじにつのぐいくぐい、おうとのじおうとのべ、おもだるあやかしこね、いざなぎいざなみ。じゃあ今日は、この辺にしとこうかな。これが高浜原に、お住まいの神様です。また今度いろんな神さん紹介しようかな。これみんなな、性別ある人とかない人とか、独身の人とかいっぱいおるね。終わった、生命さん。終わった、うん、もうそろそろ、おしまいやで。あ、こっちがやな、生命さん。終わった終わった、あ、早終わってよかったじゃあ皆さん今日はこれぐらいで一緒に、じゃ あのみどりちゃんと一緒にさよならします。さよなら、うん、暑いから熱中症ならないように、ね、そうやね、はい、じゃあね、はい、バイバイ、バイバイ。昨日ウチガエルの声を聞いたな、ボーンっていうの。まあなんていうか
じゃあね。